特にドブラックなんかはもう僕スパッともう1日でもやめた方がいいと思いますよ。はい、こんにちは、田畑慎太郎です。今日も若いビジネスパーソンの皆さんがこの会社やビジネスっていう非常に面白い世界を渡っていくために役に立ちそうな知識とかスキルとか考え方について話をしたいと思います。今日はですね、よくまあ私みたいなおっさんが言う石の上にも3年っていう言葉あるじゃないですか。でね、僕なんかもよくこう相談されるんですよ、20代の人から。今入った会社辞めようかと思うんだけれども、まだ1年しか経ってないんですと。おじさんたちよく石の上にも3年と課長や部長は言うんですけれども、石の上にも3年という言葉に従って3年待つべきなんでしょうかと。まあ、結論から言うとですね、僕は特に20代の特に前半あるいは中盤までの人に対して当てはまるということなんですけども、石の上にも3年という言葉は全く気にする必要ないと思います。ただのことわざなんで根拠ないんですよ。で、特に悪く言うと、課長や部長っていうのは新卒社員ね、今すごく取るの大変で、取るために1人当たり数百万ぐらいぶっちゃけコストかかっちゃってるんで、そういう社員を取ったのにいきなり半年とか1年で辞められたら、正直管理職としてバッテンがつきます。だからまあそういう自分のね、責任逃れも含めて、まあまあまあ田畑君さ、そういう気持ち、まあ行き急ぐなよと、石の上にも3年って言うじゃないかと言って説得にしかかったりとか、あとは特に新卒で入って1社目の会社を辞めるということに関しては、転職活動皆さんしたことないと思うんで、その0が1になる瞬間っていうのは非常に怖いんですよね。だから自分はそこできっと通用するんだろうかみたいなことも含めて、そうやって言われると、じゃあ3年ぐらい頑張った方がいいのかなというような思いがあって、そういうふうにまあモヤモヤしがちだと思うんですけども、基本石の上にも3年待つ必要はない。なぜか、僕がよく言うんですけれども、まあ今なんかね、年齢差別禁止とか言って、まあそれはそれでもちろん一般論として正しいと思うんだけども、そうは言っても人間は生物なんで、ある年齢までにこれをやっとかないというようなものがいっぱいあります。例えば全く言葉がない世界で、たまたま子供が育っちゃったりすると、12歳を超えて言語身についてないと難しい文法がもう理解できなくなるらしいんですよね。あるいはサッカーとかでもゴールデンエイジって言うらしくて、俺全然サッカーとかやったことないけど、確か8歳から12歳ぐらいなのかな、これぐらいの時に基本的なそのドリブルとかトラップとかができてないともうなかなか無理みたいな。でビジネスパーソンで言うと、実は20代ってのはそういう意味で言うと、いわゆるゴールデンエイジというか非常に大事な時期なんですよね。で、私の持論、26歳まではとにかく若いだけでポテンシャル採用というか、もう若くて素直で、まあ、地頭も悪くなさそうなやつだから、なんかまあ頑張ってやる気があるっていうんだったら取ってみるかというような形で、まあ、26ぐらいまでだったらね、なんか良さそうなやつだったら取ってみるかとも思えるし、まあ、逆に言うと26歳ぐらいまでの間に自分はここで勝負するぞというようなところを見つけるためにも、まあ極論3ヶ月と半年ぐらいずつでもいいから、もう5社でも6社でもいいから、いろいろぐる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 とにかくね、回ってみるべきだと思う。で、そのいろんな業界だったり職種だったり、いろんな上司や先輩当たって中で、やっぱ私ここが好きだな、俺はここでよし本気で勝負してやろうというような土俵、自分のフィールドをね、見つけるまではいろいろぐる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 回ってみてもいいと思うんですよね。ある分野では全然ダメだった人が違う分野に行ったらめちゃくちゃこうブレイクするっていうのは大ありなんで、マイケル・ジョーダンだって例えば野球やったらダメだったわけじゃないですか。もともと野球選手が憧れだったけど、野球にやってたら多分マイケル・ジョーダンはなってなかったみたいなところも含めて、いろんなスポーツをね、これスポーツだったらさ、みんな子供の頃にね、テニスやったり野球やったりサッカーやったり、体操やったりとか、いろんなスポーツやるのがみんないいって思うじゃないですか。まあ僕もそんな感じで子供にやらせたりするんだけども、なぜビジネスパーソンになった瞬間にいきなりとにかく1社目1個入った初めの部活をね、絶対やめちゃダメだ、やめるやつは根性はねえみたいに言うのがおかしいんじゃないかって感じで、まあ20特に5、6ぐらいまでの間にいろいろかじって自分が好きな種目、向いてると思える種目を見つけるべきだと。その方が絶対その後伸びた時に本当に伸びたい分野を見つけられるという意味では、まあいいんじゃないのかなと思います。なんで石の上にも3年って言ってやる気が出ない環境とか自分が成長できないような環境でダラ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 貴重な20代のね、2、3年を過ごすんだったらさっさとやめた方がいいと。で、特にドブラックなんかはもう僕スパッともう1日でもやめた方がいいと思います。入った瞬間の午前中にでも、もうこの会社クソだなと思って会わなかったらやめた方がいいと思うんです。それぐらい、俺は本当のブラックは知らないけれども、この会社にいては自分はなんか自分らしくいられないとかダメだなって思った、そういう違和感っていうのは、最初の時に感じた違和感が後々消えていくってことはあんまりないと思うんですよね。むしろどんどん大きくなるのが、
世の常なんで、最初にねもう違和感感じたらその1日目でもうやめた方がいいんじゃないかな。でむしろ早ければ早いほどお互いいいわけですよ。人事だってその後社員研修とかいろいろ受け入れるように、受け入れる方にもコストもかかるわけだから、どうせだったらやめた方がいいと。で1日ぐらいだったらもうぶっちゃけ履歴書の職歴にも書かなくていいじゃないですかっていうような意味も含めて、まあ、犬にでも噛まれたと思ってブラック企業はねさっさっとやめた方がいいと。退職代行の会社なんか使うやつは僕はチキンのヘタレだと認定するんで、そんなもんスパッとこうこの会社は私が意味がないと思ったんでやめましたって自分でやめて堂々と、次の会社を探したりすればいいと思います。あるいはもう一個プラスアルファのアドバイスで言うと、履歴書に空白ができるのが不安だという人も多いと思います。僕正直1社目辞めるときにねそういうことになるんじゃないかとか、すごいずっと今までもね幼稚園から大学まで、あるいは新卒就職しても、ほと普通の日本人ってね1日も穴がなくて来た人が、まあ、大半だったりするんで、履歴書に穴が開いたらどうしようみたいなのが急に不安になったりするんですけども、1個おすすめは、まあ、これ新卒の就活生でもいいんだけども、今ね会社なんかね合同会社だったら7万円登記できます。7万円で登記して資本金1円の会社作っておいて、資本金1円なんか書く必要ないから、自分で会社作って起業したことにして自分社長にしとけ。これで履歴書の穴を開くという空白期間は、下手な専門学校とかに入ると100万ぐらいかかったりするんですけども、よっぽど安くて、変な専門学校入るよりも会社から見ても、面接官から見ても、あ君は起業してたのかという形で受けがいいんで、これはおすすめの、まあ俺ちょっと実際やってないんだけど、ライフハックというか、そういうふうに思ってます。で石の上にも3年ってのは、さっき言ったようにバカな上司の下にも3年とかね、ブラック企業の黒い石の上にも3年みたいな感じになりがちなんで、26歳までにいろいろぐるぐるむしろ見て回って自分が勝負すべきフィールドを見つけたら、まあ26までに見つかったらラッキーと、遅くともできれば28までに見つけてください。28までぐらいに見つけられるとすごくですね、その後伸ばせると思うんですが、28を過ぎて29、30ってなっちゃうと、全くの異業種とか異業界とか異職種に対して面接をして応募してきた側が、やっぱ取る側も若いっていうだけで取れなくなってくるんですよね。そろそろね28ぐらいだから、君は今まで何やってたんだっていうのは問われ出す時期なので、28ぐらいまでには自分はこの業界で、あるいはこの職種フィールドで数年頑張ってみるんだと思えるような場をぜひ見つけてほしいと思います。で28以降は逆は本当に、まあ、ちょっとはね腰を据えて会社を変えること自体は、例えばサッカー選手がねチームを渡り歩くこと自体は OK なんですよ。そう、例えばフォワードっていう、俺はフォワードなんだと、ゴールキーパーでも何でもいいけど、そういうポジションの自分があったら、それはそれでいいんだけども、サッカーをやるんだ、さらにはゴールキーパーでやっていくんだ、ディフェンダーでやっていくんだとかっていうことが決まっているのが、まあ、ビジネスパーソンで28ぐらいまで決まってないと、そろそろ君は何がやりたいんだというふうになるんで、そういったふうにも考えてほしいと思います。まあ、なかなかね最近こういうこともよくネバートゥーレイトとか言いますし、まあそれは一般論としてわかるよ。もう30になった人は自分が28に戻れないんだから、そんなこと言うけどやるしかないじゃないかと、それはその通りで正しいんだけど、世の中全体で統計的に見たらやっぱりこの年齢までにこうしておいた方がその後有利になるっていう期間、ゴールデン期間っていうのは、あるいは締め切りっていうとちょっと言葉きついけど、適齢期っていうのは正直厳然としてあるんで、それはそれで受け止めて、それより若い人は絶対それを頭の中に入れて振る舞うべきだと思ってます。それが今言ったように26歳までには、26歳までは逆に言うとどんどんその若さ切符の中でもうぐる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 変なブラック企業でダラダラ過ごすよりは、どん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 世の中を見て回って自分はここがいいってところを見つけてくださいと。で遅くとも28歳までにそう終えて、それ以降はそこで勝負するんだ、実績出すんだっていう気構えでやってってほしいなと思います。で石の上にも3年と言うんだけども、実は僕3年よりも、まあ、社会人プロがいろいろ向いてないかもしれないし、新しい環境に行ってトレーニングしたり一生懸命やって、その分野で自分がいけるのかいけないのかということを判断する上においては、3年じゃなくて僕は実は2年説というのを取ってます。1年では短すぎるけど3年は長すぎる。実は2年、これがいろんな意味で人事とか人の成長とかってことを考える上で大事な年数かなと。例えばなんですけども、皆さんロースクールってあるじゃないですか、弁護士になるためのやつ、あれ2年なんですよね。お医者さんになるための医学部も基本学部4年プラス2年の2年と、あるいは、大学院も大体社会人の大学院とかいわゆる修士号を取るようなのも2年ですし、アメリカのビジネススクールなんかも基本2年です。で2年経つと大体まあ春夏秋冬って言いますけど、1年1サイクルで2回やったら1が2になったら、あと2が3になったり3が4になってるのはもう数学的まあ機能法というか、もう無限に増えていくわけなん で、あるいは例えばですよ、これは全然学校とかじゃなくても全然配置転換で、今まで工場で生産管理をやってましたみたいな人間をいきなり営業にしましたと。商品のこととかはものすごく分かってるけども、ちょっと正直ね、なんか内気でね、口下手でね、なかなか営業としてペラペラ喋れないみたいな状況あったりするじゃないですか。そういう状況の中で、例えば私が営業部長みたいなことやってて、
月いけるかなと思ったりするわけですよ。もちろん例えば最初の1ヶ月全然売れない、なかなか口下手も直んない、まあまあまだしょうがない頑張る、3ヶ月ちょっとねそろそろ気になってくるんだけどまだ頑張ると、半年ぐらいから半年経っても売れないかと、ちょっとだんだん面談ね、どう思うとか聞きたくなるぐらいと、でもまあまだ大丈夫です。本人はタオルを投げてくれるなと、例えばね、いや田畑さん僕は営業でいけると思います頑張ります、まだちょっと売れてないんですけども、例えばアポの件数もどんどん増やして行動力も増やしますし、どんどんそういった形で前に出てて頑張るんで、まあ、やらせてくださいとって面談でもし言うようなね感じだったら、おお分かったって感じなんですよ。これが1年いよいよそろそろ黄色信号かなと思うんだけども、タオルを投げるにはまだ早いぐらいの感じかなと。またさっき言ったように、いやでもさ、まあ、1年やってきてさどうと、具体的に何か変わったことあると、でここら辺でもし例えば全く無言になるんだったら、そろそろ本当に営業とか向いてないんだったらやめて変えた方がいいかなと。でそれでも本人がファイティングポーズをとって、いや僕はやりますやります頑張りますって言ってるんだったら、まあ、かなりと注意しながら、まあ、1年だったらまだギリギリありです。ところが2年経って全く売れない状況が続くと、本人はでも頑張ってる、でしかも確かに本当に頑張ってるようだと思える、実際行動してる、2年経って、ね、結果が出ないんだったら正直向いてないと思うんで、僕は本人がどう言おうがそろそろ、いやお前申し訳ないが向いてないと、それが現実だと、ビジネスだから向いてないことをやり続けてもらってもあなたのためにもならないし会社のためにもならないと、だから申し訳ないが営業はからは変わってもらうというふうに引導を突きつけて、引導を渡すというのかな、突きつける期間はまあ2年でしょうね。3年待つのはもう正直遅すぎると。なんで2年で1年半でもね2年半でもなく3年でもなく2年なのかと言われると、まあ確かにもう慣習的とか経験的にしか言いようがないんだけども、2年やって向いてないなら、芽が出ないなら向いてないと思います。石の上にも3年説は通らないんですけども、正しい努力で2年結果が出ないならやめろと、変われというのが、まあ僕のこういったことに関しての結論かなと思います。まあ異論反論認める、こういったものはもちろんね 100% 正しい正解ってないんだけども、まああくまで目安と思っていただければいいんですが、まあ今この動画もし見てるね、全国の30以上ぐらいの部下長とかいろんなおっさんたちとかを、まあ経験豊富な人たち、まあ田畑の言ってること結構正しいなと思ってもらえるんじゃないかなと思いながら、あえて言ってます。まあ、こんな形でこれからも若いビジネスパーソンがいろいろですね、単に逃げたいんじゃないんだろうかとか、まあどうしても20代とか特に悩んでると思うんですよね。厳しい環境ほどで、厳しい環境に置かれた時には無理に対して自分は逃げたいだけなんじゃないんだろうかとか、いや成長できてるんだろうかとか考えてください。そしてもし自分の意思であえてそれをやってるんだというんだったらば、僕はよくサウナ理論というんですけども、サウナってサウナの入り口に釘打ってドアが出れなくしたら、あれただの虐待じゃないですか。ブラック企業どころじゃないですよね。もう本当に1時間ぐらいで死んじゃうかもしれないじゃないですか。ところがあれは自分の意思でそこに飛び込んで、まあせいぜい長くてもまあ20分ぐらい、わかんないですけど、サウナ好きな人って自分の意思でそこにあえて飛び込んで自分の意思でやってることだから、サウナっていうのはもう娯楽だり健康法になるわけで、あれを強制してやりたくないやつやらせたらただの虐待なんですけれども、客観的にはですよ、ブラック企業とかって言われるようなことでも本人があえてそこの中に飛び込んで、それこそ飛び込み営業100件やってこの内気な自分を変えるんだと思ってねやってんだったら、それブラックでも何でもないかもしれないし、ブラックなのかどうかっていうところは究極的には本人がもしそれを本当に望んで自発的にやってるのかどうかみたいなところで決まってくるというところもあるんで、まあそういった意味で考えると、サウナだと思って、単純にもちろんサウナに入ってる時ね、一瞬しんどくないですかって言ったら辛いかもしれないが、この後にね水風呂が待ってる、あるいはビールが待ってるというふうに思えれば耐えれるかもしれないし、そもそも自分の意思で入ってて出たかったらいつでも出られると。ただここで出ては男が廃るとプライドの問題というような中でみんながね競い合うのは僕はなんかいいんじゃないかなと思ってるんですけども、まあそうは言ってもね、本当に例えばさ、めちゃくちゃインフルエンザにかかってるとかっていうのに、今日はサウナ仲間との大事なね死を決する場なんだとかって言って来られて払われたら迷惑で、本当にねサウナとか下手したら死んじゃうかもしれないから、ブラック企業でね本当に人死んじゃう時だってあるわけですから、ブラック企業とかにね勤めてるかもしれないって自分思ってる人は、あるいはブラックじゃない職場でももちろん、何がブラック企業って本当わかんないんだけど、会社が健康を害したりした時にしてくれることはせいぜいお金払ってくれることなんですけども、本当人間の健康とか生命っていうのはお金じゃ買えないもんなんで、ぶっちゃけたかたかお金ぐらいでしかね会社っていうのはせいぜい最後
尻拭いてくれないんで、本当に自分が健康を害したり精神を病んでしまいそうだったら、そんな会社からは1秒でも早く去った方が僕はいいと思うんですが、この境目は確かに難しい。サウナの中でうっかり死ぬ時もあるけども、最高の健康法になることもあるかもしれないし、トレーニング中にうっかり死ぬこともあるかもしれないけど、だからそれぐらい厳しいトレーニングを兼ね備えた結果栄光が待ってるみたいな意味では本当に難しいんだけども、やっぱり自分の意思でやってることなのかどうかみたいなことを最後自分が胸に立ってやりながら、それが本当に辛い過酷なねトレーニングなのか、アメリカ海兵隊で僕が好きな言葉では、訓練で汗を流すか実践で血を流すかっていう言葉があるらしいんですけども、自分があえて自分の意思で飛び込んだことだから、目の前で辛くても逃げずに頑張ろうと思える範囲において、ただし健康は害さない範囲でと。もちろん簡単にただ単純に目の前ですぐ楽しいとかね、嬉しいとか気持ちいいとか、そんなもんすぐ手に入るわけないんですよ。なんだけども、その先に、ね、待ってるかもしれないみたいなところを見据えて、まあ100本ノックでも何でも耐えて、いければいいんじゃないのかなと。まあ YouTube は皆さん自発的に見てるんで、俺はどんなこと言おうがパワハラになりようじゃねえ、まあ、見たくなきゃ見なきゃいいじゃんっていう感じで、ちょっと今あえて言わせてもらってですけども、まあ正直言うと、おっさんのあるいは管理職や人を使う立場にいる人間の本音なんじゃないかと思って言わせてもらいました。まあこんな感じで、これからも、若いビジネスパンがこれからいろんな、もう本当に仕事の醍醐味面白さ感じてですね、ビジネスっていう世界の荒波を渡っていく上で、なかなか普通には聞けないような本音とか語られざる真実みたいなこともバンバンぶっちゃけていきたいと思うんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。いや初めて見ました。10万、これ来るんだ、銀の盾。これってこれレバレッジで作ったんじゃなくて Google から来るの？そうそうそう、 Google からもらったんですよ。本当にそうなの？はい、まあこうやって結構最近どんどん動画を撮って、かなり真剣にですね、まあビジネス系の YouTuber をなろうと思ってるんですけども、もうまあ協力してもらってるレバレッジさんの偉大な先輩として、山本義則さんと非常に筋トレのカリスマがいらっしゃるんですけど、筋トレのカリスマで YouTube やられてるんですけど、10万人突破するとこういうですね、シルバーのメタルの盾が YouTube、Google からもらえるという形で、いやもうこれをちょっと僕も早く欲しいな。みんなちょっとぜひちょっと10万人のためにね、いろいろ動画シェアしたり拡散したり、チャンネル登録よろしくお願いしますよ。本当今年中、とりあえず今年中になんなかったら頭丸めるわ。金髪な、金髪になって、金髪になって髪これから伸ばそうかなと思ってる、その落差をつけた上で、やっぱあいつ坊主だったかみたいな。やった、スキンヘッドで。はい。